というわけでね、今日は、新見市の育霊神社というね、場所に来ました。これでね4回目ぐらいの、参拝になるんですけども、ちょっとね今日は再び参ろうかなと思うんですけども、まあ、こちらね猫にまつわる神社なんですよね。で、まあ、すぐそこに育霊神社っていうのがあるんですけど、この山の裏ですね、この上にもまだ昔の神社っていうのがあって、もともとその育野城っていうのがあって、まだその歴史的痕跡がまだ残ってたりするっていう話なんですけども、まあその、まあね、猫とその上のその育霊神社なんですけども、もともとその育野城があった時に、まあその敵軍が攻めてきて、まあお姫様が猫が脱出したんですけども、その、まあ、猫とお姫様なんですけど、で、まあ、敵軍にその場所を知られてしまって、猫がまあそのなんだろうな、姫を逃がすためにまあ、おとりというかね、どっか違う方に行ったんですけど捕まってしまって、で、まあ、殺されてしまったっていうのがあって、でその、ね、亡骸を見つけた姫は自ら自害して、自害してそこから霊が出てきて呪い殺したという話がある、神社です。ちょっと話長くなりましたけど、今日はその、神社に行こうかなと思うんですけども、まあ、岡山では結構、まあ、全国的に珍しいんですけど、呪いの神社、呪いを解放するための神社って言われてるんですよね。だからそのわら人形があったりするらしいです、この山の上です。こちらはまだちゃんとね毎日管理されているところなんで、まあ全然大丈夫なんですけど、ここが育霊神社になります。じゃあちょっと失礼します。ちょっとお金を入れて、よいしょ、行きましょう。こっち側です。で、まあなんでこんなタイミングに来たかというとね、まあ吉備津神社にお参りしたんですけども、お参りしててなんかまあ拝んでたら横しに猫が、白い猫がいまして。まあ、今年ね、虎年なんですけど、まあ、虎言うたらね、猫科の動物なんですけど、まあ、そこにまあ猫が現れたんで、まあ、ちょっとなんか意味があるのかという感じで、ちょっと来たんですけども、まあ、当然ながらね、干支の中に猫年みたいなのはないんですけども、まあ、なんか地域なんか違う他の国になんかあるとかなんか聞いたんですけど、ちょっとわからないですけど、なんでネズミがいてとか牛がいて、まあなんかね、なんかいろいろベタな人がいたりしますけど、なんで猫がいないんだというと、まあその中国の文化に大きく関係してる、らしいんですけども、あ、こっちか。まあ、猫より虎の方が歴史が長かったというその中国の文化でらしいですよ。というわけでなんか先に虎が干支として現れたらしいです。はい、ここからですね、ちょっと見失いました。じゃあ登りましょう。ちょっとコンディションが悪いです。
この先どうなってるかわからないんですけど、よいしょ、よいしょ、よいしょ、結構急な、登り道になってます。ちなみに夜のね参拝は、しないようにと言われています。こうやって灯籠というか目印のような感じになってるんですけど、おそらくまあ夜は光らないと思います。昔はおそらくろうそくとか入れていたのかなと思います。よいしょ、よし、こんな感じです。小屋が見えてきました。育霊神社、ね、大前って書いて、壊れてますね。どうやって掃除するんだろう。ちょっと休憩しましょう。じゃあちょっと行きましょう。ちょうど半分ぐらいかな。
よし、思ったより長いですね。足場が、まあ、枯れ葉とかでね悪いので余計長く感じます。だいぶね上まで上がってきました。この大きな岩の上に鳥居が立ってます。でその上に、さらに上に猫の形をした、岩が、石があります。見えるでしょうか。よし、見えるでしょうか。こんな感じです。山道を見張ってるかのような、もしくはこの下の里を見守ってくれてるかのような方向を向いてます。よし、もうすぐそこです。雪まみれで行けないかなと思ったんですけど、なんとか着くことができました。ありがとうございます。イクレイ神社、立派な石碑です。じゃあ行きましょう。イクレイ神社です。猫がいます。獅子かな、虎みたい、ライオンみたいな。クレー神社です。到着しました。じゃあちょっと、よし、失礼します。手を合わせます。ちょっと音はしないですけど、よいしょ。今年もいいことありますように。で、その裏に行きましょう。ここに猫がいます。猫と言っても、あの猫の像です。こっちには猫がいます。今日はね、あのこれを持ってきたので受けようと思います。まあここはね、あのゴミを処理してくれるというか捨てる場所もあったので、また管理の方が、処理してくれると思います。じゃあちょっとどうぞ。はい、ちょっと行きましょう。こちら、イクレイ神社の木なんですけどね。いて、上にね杭が見えますかね。
よく見るとね、見えるかな。あ、最近なんか打ち付けたようなとか紙が貼ってあるな。杭はね、まあ、残ってるんですよね。まあ、そこの神主に曰く抜けないということです。奥まで入ったやつは抜けないらしいです。抜けるやつは抜いてるようにしてるそうです。この辺には杭はないですね。全部大体裏ですね、杭があるのは。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けしました。まあ今日無事に、あ、金づちがあり、ハンマーがあります。まあこんな感じでお送りいたしました。ちょっとまあ岡山県ではまあ珍しい神社ですけども、まあ、地元の人からしたら別にあの心霊スポットとかそういうのじゃなくて普通の、神社みたいな感覚なんですけどもね。で、まあ、普通にまあ多分足跡が、ね、あるんで人の靴のね、まあ、おそらくお正月三が日登ったのかなみたいな感じですね、はい。まあ、一応今のところその藁人形っていうのは見当たらないんですけど、何か刺したようなね痕跡があったり釘があったりとかそういうものが、見当たりました。というわけでね、今日はありがとうございました。興味ある方ぜひ登ってみてください。猫好きの方もねいいんじゃないかなと思います。クレイ神社でございました。というわけでありがとうございました。それでは失礼しますね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。